穴を掘ることはできるけどシャベルは必要ありません。穴の中に金や銀を詰め込むこともあり、金や銀の扱いはお手の物。人生で一度は必要とされますが、怖がられることがほとんど。さて、私は誰でしょう？答えは敗者。成長の謎。マイクは15歳の時、おばあちゃんの庭にある桜の木に釘を打ちました。身長を記録することが目的でした。10年後、彼はその木に戻り、釘の位置が高くなっているか確認しました。木が毎年1センチメートルずつ成長したならば、釘はどれくらい高くなったでしょうか？釘の位置は変わりません。木は根元ではなく上が伸びます。オレンジを使って、ジェニーは15人の見知らぬ人と部屋の中に閉じ込められてしまいました。全員、部屋全体と中にいる人を見ることができます。頭や体を回したり動く必要はありません。脱出するためにジェニーはオレンジを1人以外の全員が見られる場所に置かなくてはなりません。見事成功した彼女ですが、一体どこに置いたのでしょうか？彼女はオレンジを一人の頭の上に乗せました。高価なのはどっち？エリックはスーパーに行き、オレンジを2個とスイカを1個手に取りました。値段は合計6ドル。ヘレンも同じスーパーに行き、レモン、オレンジ、そしてスイカを手に取りました。そして8ドル払いました。オレンジ、レモン、スイカはそれぞれ値段が異なります。一番高価なものはどれでしょう？オレンジ？それともレモン？エリックはオレンジを2個、スイカを1個買い6ドル払いました。この2つの果物は値段が違うので、2+2+2 はありえません。唯一ありえるのは1+1+4 です。つまり、スイカは4ドルだということ。ヘレンはスイカのために4ドル、オレンジのために1ドル払いました。つまり、レモンは3ドルで、オレンジよりも高いということ。心配性の妻。自動車事故に巻き込まれたジェイソンは記憶をなくしてしまいました。そして彼が病室にやってきた時、ベッドの近くで3人の女性を目にしました。しかし彼は彼女たちが誰なのか思い出せません。どの女性も彼の妻だと言っています。医者は彼女たちにジェイソンはあと1週間ほど入院しなくてはならないと伝えました。左の女性は、あなた、私のことを覚えていないなんて、私はこれからどうすればいいの？と泣きながら訴え、真ん中の女性は、あなた、とても心配よ。家に帰りましょう。ここは嫌だわ。家で看病してあげるから。と言っています。そして、右の女性は怒っているようです。彼女たちは私たちを引き離そうとしているんだわ。すぐに帰りましょう。彼の奥さんは誰でしょうか？答えは左の女性です。唯一心配しているのは彼女だけ。他の2人はジェイソンを病院から連れて帰ろうとしています。怪我をしていて治療が必要にもかかわらず。相続財産。ジムの叔父アーチボルトは家族にいたずらをするのが大好きな裕福な男でした。そのため彼が亡くなった時、誰も彼の遺言を見つけることができませんでした。数年後のある日、昔の書類を整理していたジムは息が喉に詰まりました。なんと、叔父の遺言に関する情報を見つけたんです。そこにはこう書いてありました。すべてのお金や財産は私の大好きな桜の木の下。午後3時に影が終わる場所に隠した。見つけた者が相続人になる。遺産相続ができると確信したジムは大喜び。彼は叔父の別荘まで行き、桜の木を見つけ、午後3時になった時掘り始めました。しかし、どんなに頑張って掘っても何も出てきません。混乱してイライラした彼は仕方なく諦めました。なぜ何も見つからなかったのでしょうか。ジムの叔父が財産を隠したのは数年も前の話。木が成長したので影も一緒に伸びました。貧しいのは誰？外出の準備をする2人の女性がいます。リップスティック、化粧品、洋服まで使っているものはほぼ同じ。スマホも似ています。でもどちらかは貧しいんです。それはどちらでしょうか？左側の女性をよく見てみてください。スマホでわかります。明らかに偽物です。しかし、貯金している彼女は貧しい状態が長く続くわけではなさそうです。誰だ？マークとライザは付き合い始めて2年経ちます。ある日彼は彼女の家に行き、プロポーズをしようとしました。しかし到着した彼はライザと他の男を発見し、怒り狂います。もう一人の男は怖がり、家からすぐ出て行きました。リザは彼が弟だと言い張りますが、マークは彼女を信じません。残念ながら彼は男の顔をよく見ていません。外に出てみると男が3人います。浮気相手は誰でしょう？それは左にいる男です。外が寒いので他の2人は頬と鼻が赤くなっています。しかしこの男は暖かい家を出たばかりなので顔が白いですね。奇妙な選択。マークは毎日大学に行くために自転車に乗って電車の駅まで行きます。家の近くには駅が2つあり、1つ目の駅は家から 2km ほど離れていて、2つ目の駅は反対方向に 3km ほど離れています。朝、彼はいつも1つ目の駅で電車に乗り、午後は2つ目の駅で降ります。なぜでしょう？マークの家と駅は丘の上にあります。そのため、こうすれば疲れることなく自転車が漕げます。お金の問題。悪名高い犯罪者はお金持ちのビジネスマンブライアンを連れ去り、部屋に閉じ込めました。今から渡す金を2倍にしないと逃がしはしないぞと言います。犯罪者はテーブルの上に$5000置きました。そして彼が戻った時にはお金は2倍になっていました。ブライアンが外に出たり誰かと連絡を取ったわけではありません。さてこのからくりは？ブライアンは鏡の前にお金を置きました。いたずら。3人の友人は田舎にある木の下で寝落ちてしまいました。そして寝ている間に誰かに顔に落書きをされました。目を覚ました彼らは笑い始めましたが、すぐに笑いは止まりました。なぜでしょうか？最初は相手の顔の落書きに対して笑っていましたが、相手も笑っていることに気づいたんです。つまり、自分も落書きされているということ。裕福なおじいちゃん。アーロンと祖父はとても仲良し。一緒に過ごす時間が長く、いつもクイズを解いていました。残念ながら祖父は突然亡くなってしまいました。祖父の弁護士は家族に彼が財産を全て隠したと伝えました。彼はお金持ちだったんです。見つけられた人が財産を全て手に入れます。アーロンは祖父が財産を自分に預けようとしていることに気づきました。祖父のオフィスに行くとどこを探せばよいのかすぐに分かりました。それはどこでしょう。写真に十字架がついた噴水が描かれています。それは庭にある噴水です。お金はここに隠されています。井戸の中でジェームズはどんなに難しい謎でも解けることで有名でした。ある時、事件を調査していた彼はいくつかの重要な証拠を見つけました。翌朝、彼は井戸の中で目を覚ましました。とても古く深い井戸でしたが、水は入っていません。しかし、どう考えても地面に上がることはできません。次の瞬間にジェームズは井戸の上で犯人の顔を見ます。俺を捕まえる前にお前はそこでくたばるだろうと叫びました。そして頭の上に土が降ってきました。生き埋めにしようとしているようです。しかし1時間後、ジェームズは井戸から脱出し逃げることができました。彼はどうやって出たのでしょうか。ジェームズは降ってきた土を振り払い踏み固めました。そして徐々に地面に近づき、そこから飛び上がり逃げたんです。盗まれた書類。朝早く、アシュトンは大企業の社長でもある友人から連絡を受けます。パニック状態の彼、大切な契約書類が消えてしまったようです。前の晩、書類は机の上にありましたが、翌朝には消えていました。アシュトンはすぐ友人のオフィスに向かい、従業員に質問をしました。そしてすぐ3人の容疑者が挙げられました。ベンは前の晩映画館で過ごしていました。メイソンは交際相手と夕食を食べに行き、ジェシーはパーティーに呼ばれたそうです。アシュトンはすぐ誰が嘘をついているのか分かりました。犯人はベンです。映画のチケットが破れていません。つまり映画を見ていないということ。本物？偽物？ポールはしばらく会っていないおばに会いに行くことにしました。彼女の家にたどり着くと、建設作業用の制服を着た2人の男性がおばの家具を運び出していることに気づきました。何をしているんだい？とポールは聞きました。古い家具を捨てるようにサンダース夫人に頼まれたんです。僕たちはピック&キャリー運送会社のものですと男性が答えました。本当のことを言っているように聞こえましたが、賢いポールは何かがおかしいと思いました。次の瞬間、彼らが泥棒であることに気づきました。どうしてわかったのでしょうか。おばの家の近くに運送会社のトラックがありません。唯一あるのは窓まで真っ黒なバン。それに運送業者は建設作業用の制服なんて着ませんよね。